こんばんは。誰だかわかる？つづりだよ。みんな、元気？おー、こんばんは。おー、つづり先輩。おー、正解。あ、なんだこれ。ラジオだからか。あ、うゆんが、本当にラジオだ。あー、そう。故障じゃなくてね、今日は音だけで配信してみてるんだ。あ、あのね、今ね、合宿でコズの別荘に来てるんだ。それで合宿のこと配信してみたいと思ったんだけど、ここコズの家のものだから勝手にいろいろ映しちゃうのダメかなーって。だから、音だけにしてみた。別荘。おう、えらい、ありがとう。お、こう、誰かが賢いって、ありがとう。へえ、なるほどです。顔見えないのは残念。でもね。映像ないの、いいこともあるんだよ。今ね、ベッドに寝っ転がって配信しちゃってる。楽ちん。伝わるかな？ほら、ゴロゴロ。寝返り打ってるよ。ゴロゴロ。どう？ああ、ゴロゴロしてるね。見せて。たい焼きが見たい。見たい？えへへ。ああ、うらやましい、まっつん。ゴロゴロ。寝落ちしそう。あ、頑張らなきゃ。そうだ。仰向け、うつ伏せクイズしよう。今から、僕が、仰向けか、うつ伏せか、当ててね。いくよー。こんばんは。今日はみんなで作ったカレーを食べたんだ。美味しかったよ。どう？あ、とも、仰向け。すけさん、仰向け。あ、うつ伏せ、うつ伏せ。うってなんだ？うって何？あ、うつ伏せ。ああ、答えはね、うつ伏せでした。みんなわかった？あ、僕もカレー食べたよ。美味しいよね。あ、みんな、あ、当たってる。おー。う。やった。やったぜ。おめでとう。本当に配信しているのね。おー、コズだ。わかる？コズの声。みんな聞こえたかな？コズもベッド来て。みんなと話そう。わかったわ。では、失礼して。皆さん、こんばんは。蓮の空女学院スクールアイドルクラブ2年の音宗個性と申します。現在、我々スクールアイドルクラブは合宿の真っ最中です。こんばんは。お久しぶりと。こんばんはだって。小杖先輩こんばんは。こんばんは。そうだ。あのね、今ね、うつ伏せ、仰向けクイズしてたんだ。コズもやろう。うつ伏せ、仰向け？それは何かしら？これ、声だけでしょ？だから、僕がどっち向いてるか当ててもらってた。ゴロゴロ。よくわからないクイズね。じゃあ、コズ、合宿の報告して。みんなは、コズの体勢を当てよう。私は、合宿の報告をすればいいのね。わかったわ。では、改めまして、合宿の報告をさせていただきます。今回は、普段よりもね、
練習の時間がありましたので、これまでの楽曲の振り返りを中心に練習いたしました。ただ振り返るのではなく、丁寧に基本的な動作を見直すことで、各々がより美しい表現に近づけたと思っております。うん、あとはそうね、せっかくの機会でしたので水着になって海で遊んだりもしました。あ、コスの水着可愛かった。可愛かった？別に私は可愛くなんてないわよ。可愛かったよ。 ありがとう、つづに。たまには息抜きも必要かと思いまして、次回のフェスライブではより成長した私たちをお見せすることができると思います。楽しみにしていてください。楽しみに。というわけで、私からのご報告は以上かしら。あ、ありがとうございました。いえいえ。おー、さてコズはどんな体勢でしょうか。あ、筋トレしてる？うん。あー、仰向けが多いね。そうね。立ってる。あ、正座。おー、筋トレ中？あ、じゃあ正解の人もいるから発表しちゃおうかな。正解はね、正座でした。パチパチ。皆さんに合宿の報告をするのであればちゃんとした方がいい気がして、つい座り直してしまったわ。うん、だって当たってたかな、みんな。ああ、正座だったか。うんうん、お上品だって、リリーが。ありがとうございます。おー、足しびれないの？そうね、しびれないわね。おー、さすがコズだ。すごーい、パチパチ。嬉しいわ。あ、つづり、実はそろそろ母に今日の報告の連絡をしないといけないの。おー、そろそろ私は失礼するわね。おー、そっか、寂しくなるね。じゃあ母に電話する前に1年生のみんなに配信していることを声をかけておくわね。ああ、ありがとう。では皆さん、今日は途中で失礼いたします。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさーい。バイバーイ。ああ、行っちゃった。何話そうかな。あ、おやすみなさい。ああ、そうだ。昨日ね、僕、砂浜でペタペタしてきた。楽しかったよ。お山作った。残ってるのかな、まだ。残ってると思う？つづり先輩、やっていますか？ああ、うん、やってるよ。ついさっき、小杖先輩に教えてもらったんですけど。ああ、さや。あ、ルリもいる。来てくれたんだ。みんな、さやとルリ来たよ。はい。ベッドに横になって配信をしているんですね。ほら、二人もこっち来て。では、お邪魔します。失礼します。ああ、お邪魔します。みんな聞こえる？ルリだよ。おお、お、ルリルリ、ありがとう。うんうん、あ、聞こえてるね。よかったですね。よかった。よかった。あれ？カホは？あ、カホさんは寝ちゃってます。練習頑張って、海で思いっきり遊んで、今日また練習頑張ったから、バタンキューって。ルリより早く充電切れだよ。はい。あー、バタンキュー。寝るのはいいこと。いいことです。寝る子は育つ。あ、育ちましたもんね。うん、僕もまだ育つ。そうです。カホさんはもう夢を見ているようですよ。おー。先ほど寝言を言っていたので。言ってた、言ってた。はい。こう、頑張ります。小杖先輩、もっとですね、頑張ります。と。多分夢の中でも練習をしていたんだと思います。バタバタしてました。そっか、それは。でも、あの、笑顔でちゃんと
素敵な笑顔でこう、ニコニコしてたね。そうですね、よかった。起こした方がいいやつかと思った。素敵な夢だと思いますよ。よかったよかった。それで、つづり先輩は何のお話をしていたんですか？あ、そう、合宿してるよって話してた。ああ、二人も合宿の話しよう。合宿最高だよ。あのね、使わせてもらってる小杉先輩の別荘がすっごいの。はい。建物も大きいし、お風呂も広いんだよ。広い。私たちも先ほどお風呂をいただいたんですが、窓から海が見えて本当に気持ちいいんですよね。癒されたね。はい。まさにシービューですな。シービュー。海が見えるってことですよ。そういうことですね。わかりました。オーシャンビュー。あ、多分オーシャンビューとも言うけどね。コメントで朝田がオーシャンビューかなって言ってた。そうですね。オーシャンビューです。でも本場のは英語だとシービューっていうの。ああ、まあ伝わるけどね。それでも勉強した。そういうことに。みんなこれからはシービューだよ。あ、いや、オーシャンビューでもいいと思うよ。そっか、はい、勉強しました。英語の勉強ですか。うん。そうです。それからですね、実は私たち合宿中に1年生3人で枕投げをしちゃったんですよ。そう、しちゃったよね。はい。3人とも疲れていたはずなのに、ついつい盛り上がってしまいましたね。ねえ、あれはもう最高な思い出になったよ。楽しかったですね。楽しかった。はい。ああ、それで枕投げ、誰が勝ったの？私です。ルリの勝ちでしょ。いえ、でも接戦でしたが、私が勝ちました。でもルリは、はい、なんだろう、勢いがあったよ。でもそうですね、スピード感と言いますか、そう、声もいっぱい出したはありましたけど、でも私は空振りがありませんでした。空振り、確かに。全部当てたの？そうですね。一点に集中して、ちゃんと当てました。百中だ。そうです。なので、私が勝ったんじゃないかなと。かっこいい。でも、カホちゃんも。そうです。カホさんは、なんだろう、お布団を使って、こう、当たらないように、ガード。布団ブロックみたいな。布団ブロック。重ねてた。マリアだ。そうです。そうそう、していたので、百発百中ではなかったですけど、でもそういう考えになるとやっぱり私じゃないですかね。いや、あ、何ですか、つづり先輩。いいこと教えてあげよっか、二人に。はい。枕投げに勝ち負けとかないよ。いつもしたのはつづり先輩です。そうだっけ。はい、うっかりさんだった。自分でですか。でも楽しかったので、全員が勝ちでということにしましょう。それが一番だね。はい、僕も勝ち。すずり先輩も。ウィンウィンだね。わかりました。ではすずり先輩も含めて全員勝ちで。聞いてくれてるみんなも勝ったね。おめでとう。皆さんもですか。おめでとう。みんなで勝ちということに。ではでは、私たちはそろそろ戻りますね。もう？はい。小杉先輩に明日も早いので、あまり長く配信をしないようにと言われているんですよ。コズしっかりしてるな。さすが部長。そうです、部長さんなのでね。つづり先輩もいいところで配信を切り上げてくださいね。わかった。合宿も明日で最終日なので、やり残したことのないように頑張っていきましょう。ラストスター。神まみた。つづり先輩。でも本当にこうラストスパートなので、もっともっと集中してです。でもやり残したことあった。どうしたんですか。
貝拾ってない。ルリ、海に来たら貝拾って、はい、耳に当てて波の音聞きながら一人でずっと佇んでたいなって思ってたんだ。練習についてのことではないんですね。貝って波の音がするの？そう、なんかちょっとね、貝を耳にグッて当てると、なんかさーさーって音がして、めちゃくちゃ気持ちいいんだよ。しますね。僕もやってみたい。やるやる。二人とも。明日やろう。明日。おっきい貝がいいですよ。おっきい貝。探すね。るところから。一緒に探そう。あ、探しましょう。一緒やもんね。はい。で、練習か。楽しみ。楽しみ。はい。他にやり残したこと。ありますか？ああ、そうだ。せっかく海に来たから釣りもしたかったな。釣り。ダリ、実は知ってきちゃったんだよな。どうだった？いや、すっごい楽しかったよ。よかった。釣り釣り。お二人とも。釣り釣り。釣りも素敵だと思うんですけど、でもそういうことではなくて、練習でやり残しがないようにしましょうね、ということだったんですが。大丈夫。わかってる。大丈夫。練習は、ヤドカリくらい頑張るよ。ヤドカリくらいとは。でも、頑張っていきましょう。では、また明日。皆さん、おやすみなさい。聞いてくれてるみんなもおやすみ、ありがとう。では、失礼します。失礼します。おやすみ、バイバーイ。さやもルリも帰っちゃった。コスにも言われてるから、そろそろ終わりにしようかな。本当は、仰向けうつ伏せクイズ、朝までやりたいけど。つづり？何してんの？メグだ。つづり、お風呂は今空いてるよ。忘れてた。てか、やっぱりすごいよね、ここのお風呂。すごいすごい。湯船から海見えるのとかさ、思わず海って叫んじゃった。シービューだ。ねえ。みんな、メグ、海って叫んじゃったんだって。みんな？何？配信。配信してたの？私お風呂上がりなんだけど、頭にバスタオル巻いちゃってるし。大丈夫。音だけ。いやいや、音だけでもなんか恥ずかしいよ。っていうか、今の聞かれちゃった？切って切って。もう言ってよ。ちょうど終わるとこだったから、終わりにする。早く早く。じゃあ、またね。海。